はい、どうもこんばんは、おっくんです。今日撮っていく動画の内容なんですけど、児童養護施設の、まあ、闇っていう部分についてね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。で、あの児童養護施設の闇って言っちゃうと、なんかこう全てがなんか悪いことだらけみたいな、全体的にそうなんだみたいなね、感じちゃうような部分があると思うんだけど、前置きっていうか、まあ、先に言っておきます。あの全員が全員そういう人たちではないし、全部の施設がそういった施設ではないっていうことを、まず理解した上でこの動画をご視聴ください。たまたまね、その僕がいたとこっていうのが、そういうのがこう、まあ、僕の目から見てね、あれこれっておかしいなって思うところがいっぱいあったんで、まあ、それについてちょっと話していこうと思います。でそもそもね、こう児童養護施設ってどういう施設なんかっていうと、親がその子供を育てられなくなったりとか、まあ、生活が苦しかったりとかね、面倒を見れなくなったりっていうので預けられたり、あとはまあ そもそも両親がいなかったりとか、でそういった子供たちを、引き受けてくれて、18歳、大体18歳ですね、下は幼児さんから、上は18歳ぐらいまで、でそれぞれまあ学校に行かせてくれたり、ご飯を食べさせてくれたり、あとは就職のお手伝いだったりとかね、そういったことをやってくれるっていう、まあ本当夢のようなね、素晴らしい施設なんですよ。で実際にね、そういった施設に入ってこう救われた子っていうのもものすごいいると思うし、俺自身もね、最後まではねその施設にいなかったんだけど、俺のためにやっぱこういろいろしてくれた人っていうのもいたんで、めちゃくちゃありがたかったなっていう、まあそういった、まあなんていうのかな、イメージがあったんですけど、実際にね、あの施設の中で生活をしていくと、いろんな問題点がありました。まあ、あとなんかこうエコひいきっていうのかな、差別っていうのももちろんありましたね。で実名は伏せます。でとあることがあったっていう風な感じで話をしていきたいと思います。で僕ね、過去の動画とかでも、僕はここにいたんだよみたいな施設の名前こう言ったりしてる部分もあるんですけど、今回、その施設の中で起こった出来事かどうかっていうのは、伏せさせていただきます。まずね、規則正しい生活っていうのが待ってるんですよ、施設の中ではね。で、まあ、大体の一日の流れみたいな感じの、こう、ざっと話す動画をまた別に撮ろうと思うんですけど、今回ね、その闇の部分っていう、まあ、ちょっとこれどうなんだっていう部分について、そこにね、スポット当ててお話をしていこうと思います。まずね、上級生からのね、理不尽ないじめっていうか、まあ、暴力っていうのがね、これね、結構ありました。まあ、廊下ですれ違うだけで、殴られたりとか、膝蹴りされたり、お腹殴られたりとか、顔を叩かれたりとかね。まあ、なんか、こう、気分が悪くてむしゃくしゃしてたんでしょうね。それでまあ、八つ当たり的な、そんな感じでね、日常的にこう、暴力を振るうっていう、人がいました。でね、僕もね、それ受けたことあるんですよ。で、まあ、当時ね、ちっちゃかったんだ、僕。そのもう、高校生ぐらいの人からそんなことされたら、ひとたまりもないんです。で、うわ、怖いなーって、こう、ビクビクしながら、身寄りのない子供たちが、こう、集まってるような施設なのに、結局その施設の中に入っても、そういうことがあるんかって思うと、こう、安らげる場所ってないんだなっていうのが、まあまあ、まず僕が思った感想でしたね。で、その、暴力っていうのはね、一緒に入ってるその施設の、まあ、入居者っていうとちょっとあれだけど、入所者っていうのかな。まあ、高校生ぐらいのお兄ちゃんたちだけではなくて、指導員っていうのがいるんですよ。指導員。まあまあ、その施設の職員さんなんですけど、そういった方たちからのね、暴力もね、当たり前にありました。ちょっと悪いことして原骨されるとか、ビンタされるとかいうレベルではなくて、もう本当こっちの方の方言で言うと、なんかこう、もう暮らされるとか、こう、ボテボテされるみたいな感じの表現になるんですけど、わかりやすく言うと、もう本当、ただの暴力みたいな、もう虐待に近いようなね、内容のことをね、されてました。まあ物で殴られたりとか、まあ首絞められたりだとかね、結構そういうことがね、ありましたね。で、あとはね、こう、職員さんによってね、こう、好き嫌いが激しいっていうか、自分の好きな子供に対しては、なんかすごい緩いんですよ。で、嫌いな子供に対してはなんかもう、めっぽう厳しいみたいな。明らかにそれエコひいきやんっていうのもありましたし、あとその入ってる子供たちがね、こう、全員が全員、なんていうのか、その貧しい子供たちっていうわけではなかったんですよ。
外泊とか帰省とかね、言ってこう親のとこにこう帰ったりできる時あるんですよ。あとまあ差し入れとかもあったりするんですけど、でね、その裕福な家庭の子っていうか、まあそのわりかし甘やかせてるっていうか、まあ両親がお金持ってるところの家庭っていうのはね、まああの1週間に1回大量のねこうお菓子を持ってきてくれたり、まああとはあの最新のゲームだったりとかね、あと洋服も靴もなんか好きなものを買ってもらえたりっていうような子供たちが、ごく一部ですけど、まあごく一部っていうか、まあほとんどだったかな。逆にごく一部なのはそういうことをしてもらえない子たちがごく一部だったかな。でまあその外泊したりとか帰省したりしたら、なんかどこどこ行って焼肉食べてきたとかお寿司食べてきたとかね、まあ楽しそうな話を聞くわけですよ。でも僕はね当然そういうのもなかったし、その他にもそういう子いたんですよね。でそのね私物のお菓子っていうのはこれ今話すとねちょっともうなんかこうクスッと笑っちゃうような話になるんですけど、その施設からね大体3時のおやつって出るんですよ。でその3時のおやつとは別にみんなあの私物のお菓子っていうのがあるんですよね。まあ、その親から買ってもらったお菓子みたいな。すごい子はなんかもうほんとパンパンにお菓子買ってもらってるんですよ。段ボール1箱分ぐらい。で、食堂でそれを大体まあ何時から何時まで食べていいよみたいな時間があるんですけど、その時間がとにかくね、もうこんなに差別の、なんか差別っていうか、貧富の差みたいなのがあるのかって思って、その子の周りにやっぱみんな集まるんですよ。お菓子ちょうだいって言って。で、俺そういうのしたくなかったから、黙って見てたんですけど、お前んとこの両親っていうかまあ、父ちゃん母ちゃんお菓子買ってくれんのみたいな。まあね、子供心ながらね、いやいや、そんなわけねえじゃんって、してもらえるわけねえじゃんってまあ思ってたんで、いや、今はないだけみたいな感じで強かったね、言ってたんですけど、まあ、あれもなんかこう、児童養護施設ならではのこう闇っていうか、そこ一律ね、足並み揃えてしてあげようよっていう。みんなしんどい思いして、こう施設に預けられてるはずなのに、その中でこう、格差が生まれちゃうっていう。なんかね、あれはね、しんどかったですね。で、あとは、まあ、まあ、さっきも話した指導員の暴力っていうのがあったんですけど、職員のね。で、それがね、やりすぎちゃって、口の中をね、切って、まあ、縫うっていう大怪我がね、あったんですよ。あら、びっくりしましたね。で、まあ、当時確か新聞とかなんかニュースにもなってたんじゃないかな。でもまあ多分その指導員の人もね、まさかそこまでなるとは思ってなくて、多分やっちゃった結果そうなったんだと思うけど、やっぱね、今一度ね、そのこう児童養護施設のあり方を考えてほしいって思うんですよ。その施設内での格差だったり、まあ悪質ないじめだったり、職員の暴力だったりっていうのをね、まあ、そのしつけとして原骨するとかはね、全然いいと思うんですよ。ピンタするとかはね、まあ、それはいいと思うけど、その行き過ぎたなんていうかこうしつけっていうのはもうただの暴力でしかないんで、本来その傷ついて行き場のない子供たちが集まってるっていうのをこうね、もう少し分かってやってほしいなっていう。根本からね、そういった施設のあり方やっぱ見直した方がいいと思います、僕は。なんかみんな同じ条件にしてあげるべきやし、まあそれやっちゃうとね、こう今まで優遇されてた子たちは、はなんでって思っちゃうかもしれないけど、なんかこう、なんとも言えない気持ちになるんですよ。そういうなんかこう恵まれた子たちを見ると、嫉妬っていうか、あ、僕はないんだ、ああいうのが、っていう。で、ご飯とかもみんな一緒に食べてて、みんな同じ時間に起きて、同じお風呂に入って、同じ時間に寝て、同じ時間に登校してっていう風にしてるのに、なんかこう絶対に埋まらないさっていうか、まあ、そこがね子供心ながらにね、なんかすごいこう、まあ、葛藤があったっていうか、なんかこうモヤモヤしたんですよ。だからね、これからね、まあもしこう生活が苦しくて子供を児童養護施設に預けようって思ってる方がいたらね、やめてほしいなと思います。美味しくないご飯を食べさせなくちゃいけないかもしれないし、こう貧しい思いをね子供にさせなくちゃいけないかもしれないけど、やっぱね、子供にとって一番大切なもの、持ってほしいものっていうのはね、親だと思うんですよ、僕は。どんだけ美味しくないご飯でも、やっぱ、お父さんお母さんと一緒に食べるご飯っていうのはね、まあ、何にも変え難いものだと思う。もちろんね、その施設の中でみんなでね、こういただけますって言って食べるご飯もね、美味しいんですよ。美味しいんだけど、なんかちょっとこう、どこか味気ないような感じがするんじゃないかなと思います。
僕はね、そのこう家族の味っていうのがね、あんまりよく分かんないんですけど、でもやっぱ悲しい思いしてる子供たちとか、そういった格差にねさらされて、なんかこうシュンとしてる子供たちって、まあ、僕ももちろんその中の一人だったんですけど、まあ間近でね見てきたんで、これからねもしその子供を預けようって思ってる方がいたら、今話したような内容のことがあるんですよ、施設の中で。今はね、あれからもう何十年って経ってるんで改善されてるかもしれないですけど、預ける前によくその施設の実態を調べたりだとか、まあね、口コミを聞いたりだとかっていう風にして、なるべくこう、まあ、いい環境でその子供がね育つように配慮してあげてほしいなと思います。でも一番はね、どんだけ苦労しても貧くしても、なんていうのかな、こうお父さんお母さんと一緒にいるのがやっぱ一番俺は幸せやと思う。だからまあなるべく一緒にあげてほしいなって、一緒にあげてほしい、一緒にいてあげてほしいなって。うん、ごめん、なんか俺もこうやって話しながらね、ちょっと今噛んじゃったんだけど、いろんなことがね頭の中ぐるぐる回っちゃって、ごめんごめん、なんか話しながら全然違うこと考えてて、なんかこうちょっと感傷に浸ってた。まあでも今はね多分ね良くなってると思うんで、まあ、以上でね、こう児童養護施設のこう闇っていうのをね、まあ終わりたいと思います。この動画がねいいと思ったら、ぜひチャンネル登録と高評価、そしてねコメントもね、ぜひぜひお寄せください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。